こんにちは、コモさん、小森康則です。今、西中島南方駅の北側の西側に来ております。日刊現代を買おうと思ってファミマに立ち寄りましたが、まだ発売されておりませんでした。連日お伝えしております木原官房副長官の本妻の前の夫が不審な死に方をしていて、そして、その死の真相について、お父さんとそしてお姉さん2人が昨日記者会見を行いました。文春はこの件について3週連続で特集記事を出していました。で、その会見が行われて丸1日余り経ったところです。今もうすぐ午後3時になろうかというところですので、会見が終わって丸1日余り経ったところということです。相変わらずマスコミはだんまりを決めています。テレビで取り上げたところを私は知りません。東京新聞がウェブ版で共同通信の配信した、遺族が上申書を出して、そして、会見を行ったということだけを短く伝える記事、どなたかが産経新聞も書いていましたよと、小さい記事でしたという話でしたので確認はしておりませんが、おそらく共同通信の原稿をそのまま載せたんであろうと。ただ昨日司法記者クラブは満員だったということです。一人一人どの会社の記者がいたのかということまで、言ってもいませんので確認することはできません。そういう枝葉のことで、何か言ってくる本当にバカなコメントもあったりするわけですけれど、多くのメディアが詰めかけていたにもかかわらず、フリーランスの人、 YouTube で発信する人、そういう人を除いて、ほとんど昨日の会見の様子というのはしっかりとその意図まで、遺族の意図まで伝えるところはありません。もちろん、ご遺族の立場の中で遺族の言い分ですから、ただ、事実無根で捏造であるという木原官房副長官側の、2週前この特集が出る時のですね、メディアに対するご通知という陰銀無礼な脅しとも取れるような、そういう内容、文春が報じることは事実無根で捏造であると言いましたが、ご遺族の立場です、あくまでご遺族の立場ですが、そんなことはありませんと、私たちが今ここに来て喋っていることが事実なんですというふうに言っていらっしゃいました。我々裁判をしているわけではありませんから、裁判であったとしても一審二審で判断が違うことはあるわけなので、それを黙っていろと言われたら言論も報道もないわけですから、そんなバカバカしい反論のやつは放っておいてですね、確かにご遺族の立場です。ご遺族の立場で自分たちがどう思っていたのか、どう悲しんでいたのか、どう諦めていたのか、その中で再捜査が始まってどれほど喜んだのか、しかしそれが一方的に、打ち切られてしまったのか、縮小してしまったのかということについて昨日お話になったわけですね。で、日刊現代の記者はその後ツイートでその遺族の悲しみを受け止めましたと、しかと受け止めました。もちろん彼は文春の記事を読んでいたんだろうと思います。しかし、昨日のあの会見を聞いて、生で聞いて、この思いに応える記事を今から書きますと言いました。ヤフーニュースを見ましたら電子版でその内容が出ていましたので一通り読みました。それだとただなので、コンビニへ行って買おうと思ったんですが、残念ながらまだファミマに来ていませんでしたので180円を出すことはできませんが、交渉部数でウィキペディアで168万部というふうに書いてあります。実売はもう少し少ないんだとは思いますけれども、ただ、今日別の動画でお知らせしたように、週刊文春が週刊誌としての販売部数というのは去年の10月から12月の平均で毎週47万部、いわゆる総合週刊誌としてはダントツではあるんですけれど、しかし、日刊新聞、
朝日新聞や読売新聞、かつては読売新聞は1000万部を超えていましたから、今は見る影もありませんけれど、それに比べるとはるかに少ない部数しか出されていない、のと比べると、まあ、駅売り中心ではありますが、日刊現代がこうやって取り上げているというのは大きなことだろうとは思います。それが一面トップの見出しになっているのか、買って中を開けないといけないようになっているのか、そのあたりが今まだ確認できないのが残念なんですけれども、しかし、日刊現代の記者はあの遺族のその思いに応える記事を書きますと言って、ウェブ版で中身を読みましたら、それに応えるものでした。真実が何なのか、真実がわからないから彼らがああやって会見をしているわけです。その真実と違う真実、それを証拠を持っているならば出てくればいいし、そして多くのメディアは、沈黙を守っているメディアはそのことを調べて、逆の立場があるのならそれを出せばいいわけですね。あ、山崎デイリーストアがあります。ちょっと見てみます。夕刊富士、あった、ごめんなさい。二国あのとか言いましたっけ？はい。はい、すみません。はい、買いました。一面トップです。不審死事件、遺族応援会見、はい、不審死事件ということですね。中身は3面にということで、1面トップの1面の記事は違いますけれど、しっかり書かれております。まだちょっと中身を読めておりませんが、電子版とおそらくそんなに中身は変わらないんだというふうに思います。ですので、まあ、公衆168万部の日刊現代がこのように取り上げております。先ほどの話の続きで言いますと、何が一体、他の記者たちの心に届いたのか、届いたけれども書けなかったのか、それとも全く届かなかったのか、違う視点で彼らが受け止めていたのか、そのあたり何も言わないので分かりません。分からないままでいいのかというのが私の立場であります。以上、日刊現代が昨日の会見について1日経ってようやく書いたというところまでお伝えいたしました。では仕事していきます。